はい、こんにちは、ニャンタム工房です。今回は三国総決伝の第1弾である劉備ユニコーンガンダムを全塗装してみました。SD タイプって好きなのは好きなんですけれどね、本気で作ろうとなると肉抜き穴埋めや、まあ、部品は少ないですけどね、シャープ化やらいろいろしなきゃならないので、大体は凄みで済ましてしまうんですが、今回はまあこの三国総決伝のキットかっこいいですからね、もう全塗装しました、ちなみに今予定しているのはこの三国総決伝ですね。全部で33キットぐらいあるのかな。それ今のところ、ま、全部買えたらなんですけれども、全部買ってレビューして、さらに塗装もやっていこうと思います。で、全塗装第1弾ですね、三国総決伝、それがこの今くるくる回っている劉備ユニコーンガンダムとなります。ですね、近くに寄るとこんな感じです。まあ色を入れないといけないところは多分全部入れれたとは思うんですけどね。あとですね、この自分のチャンネルを見てくださっている方ならばしているとは思うんですが、この劉備ユニコーンですね、肘の可動を追加しています。これは概要欄にリンク貼っておきます。もしかしたら上の方にカードが出ているかもしれません。なのでポージングの幅もかなり拡大します。あと今回ですね、これ武器なんだったかな、名前は榴弾ハギですね。これ劉備ユニコーンは一応2キット買ってあったので、見てわかる通りなんですけど、関羽と張飛の装備を合体して必殺技の総炎撃竜派ですね、あれを再現するために、本来ならこことここ、あと横に、まあ、合体用のジョイントがあるんですが、今回は2キットあるということで、合体用のこの武器と合体、要は接続ジョイントがない武器2つ作成しました。で、こちらのライバーはメタリック、プライマリーメタリックレッドで塗装していますが、一応こっちは蛍光レッドで塗装しています。なので若干色味が違うと思います。で、今回使った色なんですけれども、白と青、まあ白色は、EX ホワイトに黒の塗料を一滴か二滴足して明度を落としたやつ。で、青もブルーかな。あれに黒を一滴か二滴垂らした色。まあ、明度を落とした白と青を使っています。で、ゴールド部分ですね。ゴールド部分はこいつ。スターブライトゴールド。ちなみに下地は黒で塗装しています。でですね、
メタリックのレッドの部分ですね、これはですね、これを使っています。プライマリーメタリックレッドで、下地は赤でやっております。正確にはですね、ピンクサフの上にこれ RX78 レッドバージョンアニメカラー半光沢を吹きまして、さらにその上からプライマリーメタリックレッドを吹いています。どうやらあのプライマリーメタリックレッドはですね、綺麗に発色させようと思ったら同色の上から吹くのがいいそうです。あの黒地で下地黒でやると結構沈んだメタリック調になるみたいなので、今回はあのピンクサフの上からレッド吹いて、さらにその上からプライマリーメタリックレッドを吹いています。多分まあ自分は試してないからよくわからないんですが、あのこの同色の赤ですね、この赤の種類にもよ、種類によっても多分プライマリーメタリックレッドの色合いが多少は変化するんじゃないかなと思っています、まあ、そんなとこですね。それではアップでこんな感じですね。まあ、軽く各部シャープ化しています。で背面、背面もちゃんとここ白と分けてあります、まあ、ちょっとここ段差がありますけれども、ここ段差は消えてくれなかったんで、まあいいやという感じで。で髪の毛は一度埋めてから、もともとこの髪の毛ですね、モールドが入って、モールドのような突起がありますので、それが出るまで削って、さらにそのモールドを浮き出させるようにヤスリでこう削って、この曲げの、 あの髪のラインを再現しています。で、あのドラゴンメモリーですね、このクリアパーツ、これがですね、最初あの竜の毛量だけ別色にしようかなと思ったんですけど、これはめたり取ったり、まあ、するので、まあ、塗装はけが怖かったので、もうドラゴンメモリーに関してはもうそのままメタあのクリアパーツでいっています。後々のやつも多分メモリは塗りませんね。まあもともとがあのかなり色分けがされていますので、正直金色の部分だけでも塗ればものすごく満足のいくものになるとは思います。可動は殺していませんので、このように銃を構えたポーズもがっつり決まりますね。で本来ならあの肘は固定ですけれども、自分のこの竜尾は肘の追加改造を、あの可動追加改造を行っていますので、このように肘をピーンと伸ばした感じで
構えることもできます。まあ肘はだいたい80度ぐらいまでは稼働しますね、このように。で、先ほども言いましたが、この武器ですね、これは喧嘩用の突起も削っていますので、背中にマウントすることはちょっとできなくなりましたね。というか最初開きで作ろうかなと思ったんですけど、うまくできるかわからなかったんですけど、今のところ開き手は作っておりません。それからレジェンド BB あたりから代用しようかなと思ったんですが、まあまだうまくできるかちょっとわからないので、今はもう握り手をつけただけとなっております。あれですね、全塗装にはやっぱりクリアパーツは合わないかな。クリアパーツを生かして全塗装するよりはメタリック系でやった方が自分は好きですね。皆さんはどうでしょうか。最初は金の部分だけ塗ろうかなと思った。ちなみにですね、カーンと並べるとこんな感じになります。やっぱり元の金の色と比べると塗った方が圧倒的にかっこいいですね。カウンも塗りたいんです。塗るのは塗るんですけれども、カウンはですね、レビュー時も言いました通り塗るは基本ですが、まあおそらくですけど代表的な、まあでもトータクは別にして代表的なに関しては結構色分けはされてるみたいなんですけれども、その他のキットですねに関しては結構色を省かれてるんですよね。だってですね、そうそうですけどね、そうそうもうこれほぼほぼこのまんまでしょ、多分。まあ多少塗り分けるところはありますけど、まあ塗り分けるにしても到達ほどではないとは思います。まあ今のところ今レビューしている中で一番めんどくさいと思っているのが到達で、その次が孫権、あれもまあメタリックはもう殺す予定なのでどうしようかなと今考えています。なんとなく一部白がピンクに見えるのは気のせいだろうか、あるかな。クリアに若干ピンクが混ざってたから、その前にスムースクリアを吹く前に蛍光塗料を吹いてからちゃんとエアブラシ洗浄したんですけどね。若干ピンクが残っていたのか、廃液
微妙にピンクっぽい色だったんですよね。もしピンクが目立つようだったら下出るからの白でちょっとリタッチしようとは思っています。まあ、あとはメタリックが多少反射してるっていう可能性もあるんですね。まあそれなりにうまくいったんじゃないでしょうか。そのうち、まあ、無事に総決戦のキット全塗装できたら全部並べてみたいっていうのはありますね。ということで今回の動画は三国総決戦の第1弾劉備ユニコーンガンダムを全塗装してみたという動画でした。チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。ニャンタの工房でした。